どうも、さあビール飲もうチャンネルです。肌寒くなってきました。今日はですね、アサヒのプレミアムエールビール富士山、そして湯豆腐をいただきたいと思います。よろしくお願いします。さあお久しぶりです。かなり肌寒くなってきましたね。そろほどそろ湯豆腐の季節だなと思いまして、今日はこちらのアサヒプレミアムエールビール富士山、米とかですね、麦芽ホップを厳選して使ってるビールだそうです。そしてこちら湯豆腐ですね、をいただきたいと思います。まずはグラスに注いでいきましょう。富士山、ビールの色が綺麗ですね。すごく透き通ってるように思います。どんなお味なんでしょうか。それではいただきます。美味しいな。口当たり柔らかいですね。そしてこちらの湯豆腐、すごくいい感じに匂っております。いい音ですね、このグツグツという音。湯豆腐とビール、いい組み合わせだと思いますね。さあそれでは器を用意して、湯豆腐をいただきましょう。あ、ビールがなくなってますね。ついでおかないと。綺麗な色だな。では熱々の湯豆腐を、装いまして、湯気が出てますね。これは熱そうですね。こちらに、薬味ネギ、もう一振り、そしてもみじおろしを少しのせまして、もう一層、ここにこちら、これポン酢が入ってるんですね。このポン酢もご覧の通り湯気が出ております。熱々です。これがいいんですね、この鍋は。どうでしょうか、この熱々の湯豆腐いただいていきましょう。熱々そう。うまい。ポン酢もあったかいんで冷めずに食べれますね。いいなこれ。もう一口。さあ今回使ったポン酢はこのアサヒポン酢ですね。スーパーで売ってます。ちょっと高いんですけど、すっごく美味しいです。というわけでこちらに戻りまして、残りをもう一口。うまいな。やっぱ寒い季節は湯豆腐いいですよね。さあもう少し食べよう。このグツグツグツっていう音、癒されますよね。よいしょ、いいですね。湯気が出てるな。次はこちらに、すだち、
そしてとろろ昆布をのせていただこうかなと思います。とろろ昆布ふんわりのせます。もう全部いってしまいましょう。よし。そしてこのすだちをたっぷりとかけましょう。おりゃいいね、いいね、おいしそう。そこに熱々の朝日ポン酢、これ絶対おいしいでしょう。どうですかこの見た目、いいですね。とろろ昆布いいですね。くわ、これは絶対にうまい。すだちととろろ昆布最高ですね。これはうまいな。ビールを飲む忘れてました。富士山もいいですね。なんかこう日本人に合ってるような。あ、突然ですが今回使用しているこの一人湯豆腐鍋の紹介です。ここに、固形燃料が入ってますね。そしてこっちに回してきて、こう蓋を取って中はこんな感じですね。そしてこれが先ほど、朝日ポン酢が入ってたタレ入れ、これは煙突みたいなもんですかね、これなかなか可愛いですよね。雰囲気あっていいですよね。はい、というわけで戻ってまいりました、今日はですね朝日の富士山、そして一人湯豆腐鍋である湯豆腐をいただきました。すごく美味しかったですね。よかったな富士山。こちらイオンさん限定らしいので、見かけた方はぜひ一度飲んでみてください。すごく口当たりの柔らかい美味しいビールでした。それではごちそうさまでした。